はい、皆さんこんにちは、物販講師の黒沢です。今回は前編後編と2本立てでお送りしているブランド名を決める際の提案、商標登録を見据えたオリジナルブランドロゴ作り後編の動画になります。前編まだご覧いただいていない方はこの動画の下にリンク貼っておきますので、まずはそちらからご覧いただければ幸いです。では早速話をしていきたいと思います。前回はブランド名をどうやって決めればいいのかっていう話をさせていただきました。後ほどおさらいさせていただきますが、今回はじゃあブランドロゴを実際どうやって作るのか、作る方法、具体的にお伝えしたいと思います。自分が決めたショップ名が Amazon で使用できるかどうやって確認するのかわからない方、前回の動画ご覧ください。次にブランド名は造語がおすすめだという話をしました。商標登録のことを視野に入れて進めていく以上、既存のブランドと被りたくないんですね。なので造語がおすすめなんですが、じゃあ造語、自分で言葉を作るって具体的にどうやればいいのか、自分のブランド名がなかなか思いつかないという方は前回の動画ご確認ください。そして3番、商標登録を視野に入れて具体的に進んでいく方法なんですが、まずは当然ですが、商標登録のデータベースでご自身が頭の中にファッと思い浮かんだオリジナルのブランド名がすでに使われているかいないかということをどうやって検索するのか、また同一のブランド名がなかったから大丈夫でしょって思ってる方もそこ大間違いですので、それについても言及させていただきました。では今回の目次です。まず前回のまとめ、今お伝えした通りなんですが、ブランド名を決めるまでの話は前編の動画でご確認ください。次にブランドロゴの取り急ぎの使い方は何なのか、ここを腹に落としておくことによって、なぜこのロゴを作るのか、こういう作り方をするのか、なぜロゴが文字だけでイラストは今早急に必要なものではないのかっていうことがわかります。具体的にはまずとにもかくにもエラーコード5665を解除しないと皆さんのブランド名が出品登録画面上で使えませんので、このためにブランドの名前を決めてブランドロゴを作るんですよ。さらに相乗り防止タグを作るときにもブランドのロゴをつける必要があります。さらにさらにブランドロゴの未来の使い道とすれば、 ODM や OEM オリジナルの商材を作る際に必要になってきますよという話をさせていただきます。次に取り急ぎのロゴは文字のみで OK ですよと、何かしらのマークとかイラストっていうのは考えなくて大丈夫ですよっていう話を、なぜそうなのかという理論ベースで話させていただきます。4番、今回のクライマックスです。ロゴの作成方法を実際どうやればいいの、具体的にどうやってロゴを作成すればいいのという話をします。もちろん自分で作るっていう方法もありますし、外注する、正確に言うとクラウドワークスやランサーズなどで外注するのが一番手っ取り早いと思うんですが、では具体的にどうやって作るのか、デザインエボという私がおすすめしているソフトを使うことによって、パソコン自体に何かしらインストールすることなく、ウェブサイト上でいじくるだけでご自身のブランドロゴっていうのを作ることができますので、そのやり方についてもお見せします。今回の動画最後までぜひご清聴いただきたいんですが、特に今回の最重要ポイントは何なのって言われますと、ブランドロゴといっても黒文字のブランド名プラスフォントを考えるだけで OK ですよ。これが一番のポイントになります。もちろんできれば文字と文字の間隔をどうするかだとか、多少の構図や配置も意識していただきたいんですが、思ったよりも難しくないんだなってことがこの動画を通して分かっていただけるかと存じます。では早速本題に入ります。ロゴの使い道って何なのっていう話なんですが、とにもかくにもエラーコード5665を解除するっていうことが何よりも大切なポイントになってきます。このエラーコード5665っていうのは、初回の新規出品登録時に、要するにこのブランド本当にあなたが実際に使っているブランドなのっていうふうに Amazon から突っ込みが入るんですね。でこれを解除申請して審査に通らない限り、皆さんのブランド名って自由に使うことができません。ですから、とにもかくにもエラーコード5665を解除するために皆さんはブランドの名前を決めてブランドのロゴを作るんだっていうことを腹に落としておいてください。2番目以降っていうのはなんとなく想像つくと思うんですが、紙タグや布タグ、一般的には簡易 OEM と呼ばれている代行会社に商材が届いた後、後付けで行える加工の際に、皆さんのオリジナルのブランド名、ブランドロゴっていうのを紙タグや布タグにつけるために必要になってくる。さらに、これ結構ね、忘れがちというか見落としがちの方が多いんですが、別に商材本体にブランドのロゴを刻印しなくても、その商材を梱包する箱をアリババの別業者から買い付けて、商材をその箱に入れて、
出品する場合、箱や袋、あとはメガネクロスのような小物をセットにする場合、メガネクロスへのロゴ印刷、箱も袋もメガネクロスのような小物も、そもそも単価がめちゃめちゃ安いんですね。それこそ一つ10円とか数円だとか、そのぐらいでできますから、大量ロットで印刷しても、例えば1000ロット、と箱を買い付けたり袋を買い付けたりメガネクロスを買い付けたとしても格安でできるだけでなくおまけの要素がありますよね。ただ商品ボーンって送られてくるよりも箱や袋に入ってた方がお客さんは喜ぶし、例えばメガネケースを販売するよりもメガネクロスがセットになってた方がお客さんとすればラッキーっていう気持ちになります。要するに顧客満足度を、言い方悪いですけど、手っ取り早く上げるためには箱、袋、メガネクロスなどの小物、おまけ的なものですよね。これかなり使えますので、この3番を常に意識しとくっていうのが物販やる上で大切になってきます。もちろん実際は商材や本体にロゴを印刷する。これ ODM と言います。また同じように商材本体へロゴを印刷するんだけれども、その商材自体をオリジナルで作る。これは OEM と言います。ここら辺がオリジナルブランド戦略の真髄とは言えるんですが、いきなりオリジナルの商品を作るっていうのはかなりリスキーな話なので、まずは作るとすれば商材本体をどうこう変更するのではなくって、あくまでもその商材を入れる箱とか袋だとか、商材につける付属品、そっちの方に着目するっていうのが、これ実は急がば回れて大切なポイントになります。ここで関連情報なんですが、ODM とか OEM ってさらっと言いましたが、この違いっていうのを誤解してる人結構多いんですね。ODM っていうのはオリジナルデザインマニファクチャリングというものの略語なんですけれども、簡単に言えば、商材自体はアリババ業者にある既製品、既存品を使って、そこに皆さんのオリジナルのロゴだけ印刷刻印しますよと。ロゴをペッタンするっていうのが ODM だって考えてください。で、このデザインって言葉があるので、我々セラーがデザインすることが ODM だと思っている方がいるんですが、実はこのデザインっていうのはアリババ業者側がっていう主語があるんですね。我々がっていう意味のデザインじゃなくて、アリババ業者側がデザインを持ってますよ、イコールアリババ業者側がすでに商材っていうのはデザイン設計して作ってますよ、そこにブランド名だけあなたのくっつけます。そしてあなたの商品として売りましょうっていうのが ODM になります。一方 OEM っていうのはオリジナルイクイプメントマニファクチャリングの訳なんですが、これがまさにデザインも含めて設計も含めてオリジナルの商材を作り、もちろんそこに皆さんのロゴやブランド名をバーンと刻印印刷するっていうものになります。ちなみによく OEM 塾なんてものがネット物販塾だとありますけれども、蓋開けてみるとですね、アリババの既存品に皆さんのオリジナルのロゴをくっつけて売りますよって塾だったりするんですよ。だから実はそこって OEM 塾じゃなくて ODM 塾なので、その発信者側もこの言葉の使い方っていうのを曖昧にしてしまってるのは良くないかなと考えております。本動画冒頭の最重要ポイントとして、黒文字のブランド名プラスフォントを考えるだけで取り急ぎは全く問題ないですよっていう話をしました。実在するロゴっていうのを例に、じゃあどういうものを今回作るのが目標なのかっていうのをここで反芻しておきたいと思います。皆さんロゴっていうとこういうのイメージしませんか？例えばナイキのこの1みたいなマークがついているものだとか、このグッチの G と C が絡み合っているようなロゴだとか、スターバックスのこんな緑と中に人魚姫だかなんだかみたいな、こういったロゴをイメージする方多いと思うんですが、今回我々が作る必要あるのはこういったロゴではないんですね。基本白黒文字プラスデザインフォントで OK です。なぜならばまず絵まで考えると難しいし、デザインとかも自分で考えられなくって外注する際に余計にお金がかかってしまうんですね。スターバックスのロゴみたいなのを考えようと思ったらやっぱりもういろんなこと考えなきゃいけないんで、ものすごく手間も時間もお金もかかってしまいます。さらにカラーにしてしまうと AI 化、要するにロゴをいろんな商材に貼っつけるときにアリババ業者側で AI データをくださいって言われます。これイラストレーターという専用のソフトでロゴのアウトライン、輪郭っていうのを座標化したような特殊なファイル形式なんですが、その AI 化する際にもですね、複雑なものだったりカラーのものっていうのはカラー情報を別途くっつけたりしなきゃいけないので非常に手間がかかるし、複雑であればあるほど、カラーであればあるほど毎回印刷代っていうのも単純に白黒印刷に比べると高くなってしまいますよね。さらに商標に関しても
我々が将来的に取ろうとしているのは、後ほど詳しく説明しますが、標準持ち商標、スタンダードキャラクターマークというものなんです。なぜならば、これが手っ取り早いからではなくって、これが最強だから取るんですけれども、その標準文字商標っていうのは、あくまでもその文字の名前、単語、言葉自体に商標をかける、商標を取るっていうやり方なので、こういったデザインって関係ないんですね。っていうことを加味しても、我々は今回、ナイキ、グッチ、スターバックスのようなこういった手の込んだロゴではなくって、この下、これ私がパパって作っちゃったやつなんですけど、あくまでもブランドの名前を黒文字で書いて、あとはそのフォントこれにしようか、これにしようか、これにしようかみたいに考えるだけで十分だという話です。さて、ここで標準文字商標について話をさせていただきたいと思います。商標登録っていうのはアメリカだと USPTO、日本でいう特許庁みたいなところですね。そこのトレードマークエレクトロニックサーチシステム、通称テスと呼ばれる商標登録のデータベースの検索システムを使ってチェックすることができるんですが、我々が登録する際、6種類の商標登録、マークドローイングコードというんですが、こちらのどこで登録するかっていうのを実際に申請出す際に決めることになります。まあ1番から6番まであるんですが、特に大切なのが3番、4番、5番です。その中でスタンダードキャラクターマーク、標準文字商標というのは、その文字、言葉をフォントやデザイン関係なく商標登録するというやり方なので、このやり方を皆さんは推し進めていただきます。例えば、ナイキのこちらの1位みたいなマークがついているものが何で登録されているかというと、デザインプラスワーズ、レターズ、エンド、オア、ナンバーズという3番の商標になります。要するに、ナイキという文字とこの1みたいなイラストがセットになっていて、これがまんま刻印されていた場合はその商材を守りますよという種類の商標なんですね。一方、ナイキが取得している他の商標でスタンダードキャラクターマークっていうものもあります。さらに、ナイキのブランドで Words, Letters, and or Numbers in Stylized Form という特定のフォントで印字されている言葉を保護するよという商標も取られています。さらに話を掘り下げていきます。スタンダードキャラクターマーク、標準文字商標を最強説を私は唱えているわけなんですが、その根拠となっているのは、商標を使用する際にフォントやデザインを気にせずに使用できるので、使用時の汎用性も高い。文章中で、ここ重要なポイントです。文章中で頻繁に使用する場合などにも使用勝手が良い。使用権の範囲は他のデザイン系の商標に比べて広い。ということなんですね。この文章を引用した URL については、この動画の下にも貼り付けておきますので、ぜひこの引用元、標準文字商標とロゴ商標っていうのをチェックしていただければと思うんですが、じゃあ文章中で頻繁に使用するっていうのは具体的に Amazon 物販上どこなのかと言いますと、セラーセントラルの公式ヘルプなんですが、商品名の先頭に商品のブランド名を入力することをお勧めしますという回答が書いてありますね。要するに、皆さんが新規出品登録する際に、商品名の一番最初にブランド名を入れるんです。これイコール文章中で我々がブランド名を使用しているということですね。つまりブランド名をただ商品タイトルの頭に入れるだけで、そのページ自体ももしスタンダードキャラクターマーク、標準文字商標を取っていると守れる可能性が高いということです。必ず標準文字商標を取っておけば、商材自体にロゴ、ブランド名を刻印してなくても絶対守れますよって言い切ることはできないんですが、少なくとも実例として標準文字商標を取ってただけでそのページを守れた、イコールその商材を守れたっていうことがあったので、ここは我々意識すべきポイントだと思います。では後半戦です。ロゴを作成する際に自分で作る、もしくは外注するっていうやり方があるんですが、そのそれぞれの方法のメリット、デメリットっていうのを簡単にまとめましたので一緒に見ていきましょう。まず自分でロゴを作るやり方なんですが、GIMPというフォトショップという画像編集系ソフトの無料版みたいなものがあるんですね。この GIMP を使ったりだとか、あとは有料ですけどフォトショップを使ったりだとか、そして今回私が一番おすすめするのがデザインエボーです。後ほどやり方実際の画面でお見せしますが、クラウド系の編集ソフトなのでパソコン自体に何かしらのソフトをインストール、ダウンロードするのではなくて、ウェブサイト上をいじくるような感覚で簡単にロゴを作れるような専用サイトがあります。
一方、外注するとなると、クラウドワークスやランサーズなどで外注かけてみる、フリーランスの人に外注をかけてみるっていうやり方が一番わかりやすいやり方ですね。クラウドワークスに関してはコンペ形式っていうやり方で、多くの人からデザインを募集して気に入った人と契約するっていうやり方が一番都合がいいので、後ほどお話しさせていただきます。次にメリットとデメリットなんですが、自分で進める方法に関しては基本的には安くできます。さらになんかちょっと変更したいなって思った時も、ご自身のタイミングで自由に変更することができますから、画像編集などを今後行う際に、今のうちにスキルとして培っておくと何かと便利になるっていうこともありますよね。一方、外注のメリットっていうのは、まあ言わずもがななんですけれども、プロの視点でチェックしていただける、客観的な意見っていうのをいただけるので、自分がいいと思ったロゴも旗から見たらものすごくダサかったり、なんか違和感あったりするパターンもあるわけですね。そういう時に直接デザインのプロと話し合いができるので、非常に有益かなと思います。また、ロゴのデータっていうのは基本的に PNG という画像形式で保存しておくんですけれども、実際アリババ業者にじゃあこの商材にロゴ印刷してくださいって頼むときに AI データと呼ばれるイラストレーターという専用のソフトで作った特殊なファイル形式を求められることがあります。外注で頼む場合は PNG 形式と AI 形式で納品してくださいと事前にしっかり話しておけば、基本的にどのデザイナーさんもAI 形式っていうのは簡単に作れるはずですから、そういったデータ変換をする際に非常に便利です。また単純に丸投げするっていうやり方なので、基本的には作業時間の短縮につながるというメリットもあります。一方、デメリットは何なのか。自分で進める場合は多少のスキルが必要になってくるだけではなくて、もしかしたら得意な方はいいんですけど、もうすっごい不得意だという方にとっては技術的な限界がロゴの完成度にもろに影響してしまいますね。さらにどうしてもプロの人に任せるよりは不慣れな我々が行った方が作業時間がかかってしまって、その分商品リサーチだとか買い付けのやり取りっていうのが後回しになってしまうってリスクもなきにしもあらずです。じゃあ外注のデメリットっていうのは何なのかっていうと、基本的には人にお願いするので金額がかかるっていうことですね。クラウドワークスであれば相場価格っていうのはだいたい 1-2万円で、もちろん5000円からもいけるんですが、1万円ぐらいっていうのが相場になります。もっと専門的にもっとプロフェッショナルにっていうと2万円ぐらいが相場になります。またやはりデザイナーの方も人ですから、プロの視点でチェックしていただけて客観的な意見をいただけるのはメリットでもあるんだけれども、いやいや自分はこうしたいんだけどって言った時に、そのデザイナーさんの画が出すぎてしまって自分の思い通りのロゴになかなかならないという意見の衝突まで発展してしまう可能性っていうのもあります。はい、では最後に外注するやり方とご自身でロゴを作るやり方、それぞれ一つずつ紹介させていただきたいと思います。まずは今ご覧いただいているのがクラウドワークスというフリーランスのデザイナーに外注するやり方とすれば一番有名な方法になります。新しい仕事を依頼というボタンがあります。こちらをクリックしていただきます。カテゴリーを選ぶページが出てきますので、デザインをクリックしていただきます。ロゴ作成で間違いありませんので、このまま下にスクロールしていただきます。そうすると、プロジェクト形式とコンペ形式っていうのがありますが、コンペ形式を基本的には選択していただく流れになります。事前にデザイナーさんが我々の要望に応じたロゴを作って、で、それを見比べた中から契約をしていくので、非常にやりやすい手法ですね。では次に、ご自身でロゴを作るやり方として、デザインエボというサイトを紹介します。こういった画像編集だとか、ロゴ作成っていうのが不慣れな方でも、視覚的にそして簡単なステップでロゴを作ることができますので、私はお勧めしています。では早速やっていきましょう。無料でロゴを作成するをまずクリックしてください。で、この右側にいろいろなカテゴリーがありますので、カテゴリーに応じたロゴっていうのをチェックすることもできるんですが、個人的なお勧めとすればですね、例えば皆さんのブランド名が黒沢だったとすると、こちらの検索窓に K って一文字入れていただいて、エンターを押してください。そうすると、K というロゴをモチーフにした
イラストっていうのがバーッと出てくるんですね。もちろん初めは細かいイラストっていうのは抜きでブランド名を黒文字でフォントだけ考えてブランドのロゴを作ればいいよって話をしてるんですが、簡単なちょっとしたマークであればつけても問題はないので、例えば今回であればこちらにしようということで、まずカスタマイズをクリックします。編集画面が出てくるんですが、まず初めに行うことっていうのはこちらの下の方 500×500 ピクセルっていう大きさのキャンバスになってるのを 2000×2000 に直してください。なるべく大きな画像を作っておいた方が、その後細かい作業をしたりだとかロゴの印刷をする際に業者側にとっても非常に便利になりますので、でそうすると相対的に小さくなりますから、今回はこのロゴの大きさっていうのを引っ張って大きくするわけですね。ロゴネームに関してもとりあえず拡大しとくと。で、その下に変なスローガンがありましたけど、こちらは今回不要なので、右上のゴミ箱マークで消しちゃいます。黒沢っていうロゴであれば、黒沢と入れるわけですね。黒沢っていうところをクリックします。そうすると右側に色々なフォントがありますので、このような形でフォントって好きなものをどんどん選んでいくことができるんですね。黒沢どれにしようかなと。色味に関しても、この左上のパレットをクリックして真っ黒を選択していただきます。ロゴに関しても真っ黒を選択していただくという流れですね。単純にもうテンプレの中の文字を自分のブランド名に変えて、テンプレとはいえいくつかの部品が重なって一つのマークを成しているものであれば、不要なものがあったら消すだとか、そこら辺は自由にできますね。あとは上にしようが左にしようがいいわけなんですが、まあ、今回は左にこのような形に配置します。これでブランドのロゴっていうのは作成できました。もちろん繰り返しになりますが、この文字だけで作成するっていうこともできます。その場合だと文字だけをなるべく中央に、そして大きく来るように設定するっていう形になるんですが、今回はちょっとしたマークも一緒にセットという形にしました。右上のダウンロードをクリックしていただきます。で、ここでベーシックプランとプラスプランっていうのがあるんですが、著作権の所有権っていうのを有しているのがプラスプランなので、$49.99、約5000円で購入していただくので、こちら選択をクリックして、あとは決済を行うと、ロゴのデータっていうのが入った ZIP ファイル、圧縮ファイルっていうのをダウンロードできるようになります。というわけで、今回は全体的にロゴをどのように作成するかという話をさせていただきました。少しでもご参考になれば幸いです。また参考になったなという方、今後もこういった具体的なやり方、方法、物販のノウハウ、Amazon について細かく話していきますので、よろしければチャンネル登録、高評価の応援いただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございました。